関東重血線中症とは、関東重血線中の幼虫が寄生したために、発生する人獣共通感染症である。メッセージの拡大画像原因となる虫体は1933年にネズミの血管の中から見出されたことにより、重血と命名され、最初は重血球中に分類された。1945年に台湾で人での症例が報告された。 本性の収縮種はネズミであり、ネズミから排出された第一期幼虫が中間宿種であるナメクジ類に摂取されると、その体内で第三期幼虫まで発育する。このナメクジ類がネズミに摂取されると、第三期幼虫は中枢神経に移動し、第五期幼虫まで発育する。第五期幼虫は肺動脈へと移動して成虫となる。 中間宿主が大気宿主に摂取された場合は、第3期幼虫のまま帰省する。本省は、関東とつくものの、実際は、太平洋諸島、極東、東南アジア諸国、オーストラリア、アフリカ、インド、インド洋の島々、カリブ海の島々、北米など、地球上に広く分布する。日本では、2000年に沖縄県で死者が出ただけでなく、沖縄県で、 本症病原体に汚染されたサラダの接触による感染例まで報告された。また、オーストラリアでは当時19歳だった男子学生が友人たちとの悪ふざけでナメクジを食べたため本症にかかり、8年間の闘病の末に2018年11月2日に死亡した事例がある。さらに、アメリカ合衆国のハワイ州では二千十八年に十例。 2019年5月までに5例と患者数は増大傾向にある。病原体に汚染された生野菜、種子、飲料水などを摂取したことによっても発生しうるため注意が必要である。なお、本症病原体はナメクジだけでなくタニシなどにも多数認められる。様々な動物に感染し得て平甲らべ甲外からは勝手に 関東重血船中が海外へ出ていくことも確認された。アフリカ前々に起因すると考えられる発症例の報告もある。人では中間宿主や大気宿主によって汚染され、幼虫が混じった食品や水の摂取により規制が成立する。感染から発症までは12日から28日程度とされ、人の体内に侵入した第3期幼虫の多くは、 中枢神経系へと移動し、出血、肉芽死形成、抗酸球性脳脊髄膜炎などを引き起こす。なお、第三期幼虫が中枢神経系へ移動する理由としては、免疫システムからの回避、成長に必要な脳由来酵素の獲得、槍型吸虫やロイコクロリディウムのような宿主のコントロールといった仮説が挙げられる。まずは、虫体の抗原を用いて、 エライザ法や免疫電気営動法を利用して、血清や髄液中から抗体検出を行うことで、確定診断をする。その後、治療に入る。診断の際に、重要な鑑別疾患は、有極顎口無視症、脳中症、肺休中症、重血休中症などである。特効薬はない。抗酸球性脳脊髄膜炎に対する対象療法が行われる。 すなわち、ステロイドホルモン薬のプレドニゾロンなどを投与することによって、抗酸球性脳脊髄膜炎の炎症を抑える方法が取られる。ただし、苦中を目的として、メベンダゾールの投与が並行して行われる場合がある。メベンダゾールの投与を行うと、寄生虫が宿主からクルコースを奪うことを阻害する作用があるとされ、要するに、寄生虫を 宿主の体内で餓死させることを狙う薬である。なお、メベ,ベンダゾールは、海中がいると問題を起こす場合があるため、もし海中も感染している場合は、先にサントニンなどを用いて、海中の苦中を行う必要がある。関東重血船中症とは、国立感染症研究所、アイドア2004年、第25号、朝鳥富士、平勝也、中村正春、久田ウルー。 糸かずきよ感染要因が変化してきた沖縄県の関東、重血線中小沖縄県衛生環境研究所。ありがとうございます。